え皆さんこんにちは本日は映画「ヘビンの道」日本の完成披露者にお越しくださいまして誠にありがとうございます。えー、ちょうど1年前の今日 この映画のクランクアップだったということを先ほど聞いて、ああ、そうだったんだと思って、ちょうど撮影がすべて終わって、充足感でいっぱいだったのが1年前の今日ということで、そしてその1年後の本日、皆様に公開先だって、この映画をご覧いただけるというのが、また嬉しく思っております。ちょっとと内容としては 重たいいわゆるリベンジサスペンスという題材の映画だとは思うんですけれども、どうぞ最後まで楽しんでご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。今回も脚本の初期の段階から、はい、その日本人の女性が主人公がいいんじゃないかというふうに考えられていたというふうに伺ったんですが、はい、実際に柴崎浩さんご一緒されて今回いかがだったでしょうか。ええ、もう見てのお楽しみですけど、そのあのー。 動きがすすごいですねどううというかあのいやバトルロワイヤルを超えたんじゃないかっていうねあ柴咲コウってこんなに動けるのっていうあの肉体いやもちろんそれだけではないんですけどあの柴咲コウさんの、まあ、まずはその肉体のものすごさ、ええ、あのそれは必見に値すると思います。 柴崎さんおっっしゃってますが動きに関して蛇のようなしなやかなパクッみたいな感じですかね今回、でもミステリアスでちょっとまあこう口数としては少し少なめの女性かもしれませんがそういった役柄が来たのが少しご本人としては意外だったというふうにどちらかというとこう独立した、自立した自己主張をきちっとはっきりして。 するよううなな女性のの役が多いいかなっていうのとまあぱっと見の印象なのかもしれないですけれどもそういうオファーが多いような気がするんですけれども今回はどういう女性なのかもわからないミステリアスな感じでただ佇まいとしてはその凛とした感じはあるのかなと思いましたしまあ私にお声がけしてくれてるっていうところでは。 フランスで、まあ、十年ぐらい住んでいて、仕事を持って働いている女性というところで。そこを選んでいただけたのかなというふうに思っています。もう少しいただきます。たくさんお越しいただいてる。最後に、オフィシャルスチールで、スチールの方は、はい、再度取らせていただきます。